始めます。ジャッジお二人こんにちは、藤倉正則です。本日はホットのカクテルを2種類ご用意いたします。レシピもお手元にございますのでメモを取っていただかなくて大丈夫です。ぜひ楽しんでいってください。まずはデザイナーからお作りいたします。このカクテルはお客様からアイリッシュコーヒー以外にホットのコーヒーカクテルが欲しいと言われたんですが、正直自信を持ってお出しできるものはなく、それをきっかけにして作ったカクテルです。そもそもコーヒーはホットで飲む機会が多いのに、なぜコーヒーカクテルはコールドが多いのでしょうか。もちろんカクテルのレシピはコールドが多いです。しかしコーヒーカクテルはもっともっとホットのカクテルを増やすべきだと思うんです。なぜならコーヒーは温かい方がより強いアロマが感じられるのは周知の事実だからです。今後多くのバリスタがそのことに気づき、ホットのカクテルに挑戦する日が来ると思います。そして市場はもっともっと広がっていくことでしょう。本日はその第一歩にするため、私なりにホットカクテルを作る上で重要なポイント3つご用意しました。まずポイント1、酒精の強さです。ホットカクテルの場合、酒精が強すぎると喉にきますし、お酒とも喧嘩してしまいます。しかし弱すぎるとお酒のフレーバーが感じられません。そこで本日は重厚なアルコールのような重厚感を持つブラジルフルッタメルカドンアナエロビックナチュラル細引き 35g とともにジュニパーベリーを 2g 加え、エアロプレスで抽出を行います。ジュニパーベリーはジンのメインボタニカルなので、お酒を加えることなくジンのフレーバーを表現することができます。本日はミディアムローストでエイジングは7日目。この焙煎度では通常チョコレートやレーズンなどのフレーバーが非常に豊かですが、ジュニパーベリーを加えますとオレンジのフレーバーが際立ってきます。抽出は90度のお湯を 180g 加え、30秒攪拌させた後60秒までにプレスを行います。そしてポイント1は、ポイント2は工程と温度管理です。ホットカクテルは工程が多く温度管理が難しいです。それがホットカクテルが普及しない一つの原因であるとも考えます。そこで本日はこちらのエアロチーノを使うことでその問題点を解消してまいります。通常こちらはミルクフォームを作るための機械ですが、攪拌させながら60度手前で止まる仕組みになっていますので、お酒を飛ばすことなくホットカクテルを作るという点においても非常に優れています。そしてこちらのフルッタメルカドンのチョコレートフレーバーに非常に相性のいいバニルスを1杯あたり 13ml、 こちらはフランス産の甘口ワインで、チョコレートに最も相性のいいワインとしてソムリエに認知されております。こちらの酸味と甘みが加わることでブルーベリーのようなニュアンスを作ってまいります。続きましてタマリンドピューレ、こちらを1杯あたり 20ml、 こちらはタマリンドと水、そしてモナンカリビアンシロップを1対1対2の割合でブレンダーにかけてこしたものです。こちらを入れることで粘性をつけることができます。タマリンドはペクチンを多く含む豆科のフルーツです。マウスフィールを向上させることができます。続きましてブラックカルダモンティンクチャー、こちらを4ダッシュ、こちらはケテルワン 100g とブラックカルダモン 20g を1日間インフューズさせて作りました。非常にスパイシーなニュアンスを作ってくれます。そしてポイント3は保温性の高い素材と器です。まず保温性の高い素材としてクズ湯を1杯あたり 30g 加えます。クズは平安時代の文献にも載っているほど古くより日本で親しまれている日本の素材です。粘性が高くクリーミーなテクスチャー作ってくれます。仕上がりの温度はクリーミーな印象が楽しめる55度。この温度帯で感じられるフレーバーは前半から中盤にかけて酸を感じながらブルーベリーやオレンジ、アフターに甘さを感じながらクローブやチョコレート、ボディはミディアムボディ、クリーミーテクスチャー、バニルスの滑らかなタンニンを感じていただきながらフィニッシュとなります。そして最後にこちらの金木犀と食用金箔を上からフロートすることによってクリーミーさとクリーミーな印象と、そして華やかさもプラスして仕上がりになります。もし口の中に入りましたらそのままお召し上がりいただいて結構です。お待たせしました、お召し上がりくださいませ。
いかがでしたでしょうか。続きましてアイリッシュコーヒーです。このカクテルはこの大会においてさまざまなウイスキーが使われてきましたが、バーボンタイプのウイスキーは非常にタンニンが強く、これまであまり強されることがありませんでした。しかしバーボンタイプのウイスキーをうまく使うことによってより力強いカクテルが作れるのも事実です。本日はバーボンタイプのウイスキー2種類使いまして、それと相性のいいチョコレートやキャラメルといったフレーバーを持つコロンビアエルナランホアナエロビックハニーを使ってアイリッシュコーヒー作っていきたいと思います。まずはメキシカンウイスキーシエラノルテブラックコーンを1杯あたり 15ml、 こちらはバーボン同様にコーンを原料としたウイスキーですが、熟成はバーボン樽ではなくフレンチオークダルのため渋さのないコクのある甘みを作ってくれます。続きましてロー&コーを2ダッシュ、こちらはアイリッシュウイスキーながらバーボン樽熟成のためコクのあるタンニン感があり、よりスパイシーなニュアンスを作ってくれます。こちらの2つのウイスキーで渋さのないバーボンを作るようなイメージですね。そしてこちらにはすでに黒糖シロップが1杯あたり 30g 計量してあります。こちらは黒糖と水を1対1で煮詰め108度まで上げることによって粘性をつけてよりボディ感のあるカクテルを作ることができました。バランスで蜂蜜が 10% 入っております。抽出に参ります。抽出はエルナランホ 26.5g 細引きをスティープショットに入れ、90度のお湯を 180g 注ぎ30秒間蒸らします。本日はミディアムローストでエイジングが7日目、この焙煎度で感じられるフルーティーな酸をこのスティープショットの油圧によってさらに引き出し、そしてステンレスパンチフィルターを使用することにより油分を抽出してより滑らかな質感を作ってまいります。30秒したらひっくり返して10秒後に抽出を行います。この間にクリームを仕上げてまいります。クリームは脂肪分 40% のクリームを 40ml 振ろうとしてまいります。仕上がりの温度は15度、シェーカーによってより滑らかなクリームを作ってまいります。そしてカクテルは仕上がりに向かっていますが、よろしければそちらのボードを見ていただいてもよろしいでしょうか。こちらには私が今回アイリッシュコーヒーをバーボンで作るときに感じたことを考察にして書いたものです。先ほどのロー&コー2ダッシュも非常に少ないと感じるかもしれませんが、非常に意味のある2ダッシュと考えていただいて結構です。カクテルできるまで少々お待ちくださいませ。お待たせしております。本日はグラス少々沿ったグラスを採用いたしました。これでコーヒーとクリームが非常に入りやすくなっています。仕上がりの温度は55度、この温度帯で感じられるフレーバーは前半から中盤にかけて酸を感じながらチェリーリキュール、アフターにクリームを感じながらグリルドバナナ、ラムチョコレート、カラメルビスケットです。ボディはミディアムボディ、シルキーテクスチャー、力強さの中に滑らかさを感じていただけるアイリッシュコーヒーです。ホットカクテルは営業で出すのがまだまだ難しいですが、今後もさまざまな手法を使い、より早く、よりおいしいものを作っていただけるように努力していきたいと思います。終わります。はい、ありがとうございました。第4競技者、バーバルバール渡瀬藤倉正則さんでした。ありがとうございました。藤倉さん、お疲れ様でした。はい、どうぞ、こちらで。何回目ですかね、この舞台でお会いするのは。4回目になります。4回目、はい、
準優勝もされてますね。準優勝2回もうね、ちょっと優勝しか狙ってないと思いますが、はい、今日の出来栄えいかがでしたでしょう。まずそうですね、まあ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 時間内に終わったので、はい、なんとかね、はいはい、結構時間気にされて最後こうパッと動いたんですけど、はい、何もはしょらず普通にやるべきことは全部してないです。できましたか。はい、わ、はい、かりました。競技としては見どころ多かったですね。大変多かったと思いますが、どうでした。いや、 やっぱりもともとバーテンダーもチャンピオンですよね。そうですね。そうですね、はいはい、なのでやっぱりすごい見ててもすごいバーテンダー色の強いような、そういった感じのニュアンスでこう構成をされているような印象があって、やっぱりちょっと独特な感じの、はい、面白い感じで見てました。いや、なんかそもそもお題目がコーヒーかすんだったらコールドじゃなくてホットじゃないのっていう入り口から僕は結構良くて、ずっと本当に聞いてましたね、話は。なんかそれがもともとこの今回のきっかけですか、それともこういろいろと考えた結果そういうテーマに行き着いたのか、どういうきっかけだったんでしょう。まあ、そうだよなと思いながら、なんだろう、お客さんに言われたのが一番最初なんですけど、まあ、アイリッシュコーヒー以外に、まあ、代表的なホットカクテルってあんまりないじゃないですか、うん、コーヒーで、うん、はい、でなんか、まあ、僕自身もそんなにホットカクテル作るっていう意識がなくて、うん、なんかまあやっぱカクテルっていうとどうしてもコールドに行きがちというか、やっぱりカクテルのレシピも全体的にコールドのレシピ多いですから、はい、そうですね、どうしてもなかなかそっちに目がいかなかったんですけど、よくよく考えてみるとコーヒーってやっぱりあったかい方がやってか、温かい時に飲むってことが結構多いですよね、やっぱり、うんうん、はい、温かい状態で飲むことが多分多いと思うんです、はい、全体的に。だから、まあ、なんでかなって考えたら、やっぱりアロマ強くなるっていうのがやっぱり一番大きいかな。コールドより確実にアロマ上ってくるんで。そうですよね、それは間違いないですね。なんでそこの部分が、まあ、コーヒーは一番強く出ると思うんで、うん、まあ、そういうカクテルが、まあ、もっとホットが普及した方のがコーヒーカクテルにおいてはいいんじゃないかなっていうふうに。なるほどね、はいはい、ちょっと空いたので前の方に進んでちょっとお話を伺ってみたいと思います、はい、今日なんか3つの決まりみたいなのがちょっとありましたよね、はい、はいはい、姿勢が強いとなんだかだよとか工程が大事だよとかで、はい、あれは どちらにありましたか。あ、持ってっちゃったのかな。あ、持ってっちゃいましたね、はい、あ、そうですね、はいはい、3つのポイント、3つのポイント、はい、まず姿勢の強さですかね、はい、要はちょっとプレゼンされてましたけど、はい、飲むとアルコール強くて熱いとこう、ね、やっぱりアルコール揮発しやすいんで、もちろん60度超えてきちゃうと、まあ、揮発しやすくなってくるので、それでうってなってるのが多分多いと思うんですよ、はい、で結構ホットカクテルはまあ割と、まあ、最初に、まあ、普通のアイリッシュコーヒーのレシピとかだとやっぱりちょっと、ね、温度を温めていくからウイスキーとかもやったりとかすると思うんですけど、やっぱりある程度飛ばしてるみたいなところあると思うんですけど、そうしないでやっぱりうってなっちゃうからっていう、ね、確かになるかも、うん、言われてみると、だから言われて確かになって思いました、プレゼン聞いてて。そうですね、それが1点目だったと。だから姿勢を強くしすぎないようにというかコントロールされたっていうことなんでしょうか、今回は。そうですね、まあ、コントロールしているんですけど、やっぱりそれでも印象に残るような味わいの、まあ、ワインというか、うんうんうん、はい、甘口のワイン使ってるので、はい、あ、入れてらっしゃいましたね、そこまで、はい、なんていうんですか、まあ、姿勢を落としていってもやっぱり味がしっかりするようなものってのはチョイスしたいなっていうのは思ってますね。なるほどね、はいはい、で2つ目に工程と温度管理がすごい重要だっていう、はい、そうですね、やっぱり難しいですよね、なかなかホットカクテル難しいですよね、やっぱりね。いや、本当におっしゃる通りで難しいんですよ、うん、なんか温度をやっぱりこう味のコントロールしていくときにどうしてもやっぱりどんどん温度下がっていっちゃうじゃないですか、はいはいはい、時間経っちゃえば、で、ね、はい、で入れてって混ぜたりするとどんどん温度下がるし、それでまた温度上げるのかってなると相当な時間かかっちゃうけど、こっちって結構味コントロールしてから入れても全然 OK なぐらいなんで、なるほどね、それ使いやすいですね。だからホットカクテルも多分これ、まあ、バーテンダー多分使うと思うんですよね。そうですね、はい、あ、そうですか。実は私も過去にシグスでこれ使ったことが、はい、これと同じではないですけど、はい、同じような製品を実は使ったことがあります。これはちなみにちょっと言ってたんですが、はい、本文中でもいわゆる中に入れて温めながら回してくれるというものですね、はい、本来はフォームミルクを作るものですね、はい、あ、これやると温度管理が非常にしやすいと、うん、そうですね、一定の温度で止まるんですよね。一定の温度ですね、大体60度手前で、はい、まあ、その粘性とかによってもちょっと温度が変わってくるんで、はいはいはい、まあ、これに関しては大体58度ぐらいで止まってたんですよ。で入れて55度ぐらいかなみたいな感じになるんで、なるほどね、ちょうどいい温度帯に仕上がるんですね。ミルクとそのも、ね、ちょっとカクテルの温度帯もちょうどいい、そうですね、同じぐらいってことですよね。アルコールって60度以上になると揮発しやすくなってくるんで、はいはいはい、
でミルクもやっぱりその60度っていうのが、ね、あのタンパク質が固まる。そうですね、だから、はい、同じなんですよ ね、 あ、 だ か、 らねだからそこで止まるようになってて、結構じゃあいい使い方いいわけですね。そかなりいい、ね、だから普通に営業でもうなんだろう、ホットカクテル作りたくて氷で一回作ってそこに突っ込んでおけば結構すぐ作れるんで、ホットは。おー、なるほどね、すごく、うん、使いやすいなって思いますね。ほうほう、はい、なんかでも道具でいうと、あと途中でちょっと僕聞き逃したとプシューとかってなんか音が立ってたな。スキープショット、はいはい、これは何ですか。スキープショットは、油圧を作って、まあ、エアロプレスあるじゃないですか、あれと同じメーカーが作ってるみたいなんですけど、はい、それで油圧かけて、で油圧の勢いでやって出すっていう。コーヒーを抽出する道具ですか。そうですか、僕知らなかったですよ。ご存知でした。いや、もちろんすごい。さすがですね、皆さん。多分、はい、去年も使ってんすよ。去年っていうか前回佐野さんいらっしゃいましたよね、このステージに。あれ、はい、じゃあ見てますよ、はい、多分去年から使っ、去年っていうか前回から使ってるんで、はい、使ってますね。お店でも使ったりするんですか。として店ではあんま使わないです、正直。あのこのステージ用っていう、この大会ではすごくいいなって僕は思ってるんです。時間すごい限られてるじゃないですか、これ多分、はい、一番早いんですよ、抽出が。あ、そうですか、はい、どれくらい抽出できるんですか。だから、豆引いてから出し終わるまでに多分1分、はい、ですね。おー、だからそうですか、エスプレッソで作ると大体エスプレッソ入れるんで1分ちょいぐらいかかるじゃないですか、はい、でそこからアメリカの作るから多分1分半はかかると思うんですよ、うん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 、はい、だから一番早いかなって。例えば、ね、あのクレバーとかでやっても3分かかりますし、はいはい、かかりますね、はい、でなんだろう、このプレゼンするときにあんまりこう行ったり来たりするのが僕好きじゃなくて、あ、こういう動きとか、あ、そういうじゃなくて、なんだろう、ではなく、デザイナードリンク作ってるのにこうアイリッシュコーヒーの説明が入ったりとかが結構やって、なんかどっち作ってるんだろうって結構なっちゃうんで、確かになるね、はい、聞いてる時にそれ、そうそうそう、すごい思うんです。それはだからそれがないようになるべくこう引き始めからもう入れ終わりまで一回一回なんだ、それで終わりにして、で次のやつ引いてっていう。あ、じゃあ工程管理として分かりやすく、このドリンク作ってま す、 す、ね、すね、このドリンク作ってますとやりたいってことね。 そ、 ね、はい、それが一番、まあ、ジャッジの人も分かりやすいかなって、自分で聞いててもあんなどっち言ってるんだろうって思っちゃうことが多いので。確かにね、メモが大変なんですよ。で取ったメモ間違えて、はい、あ、違う、こっちのコーヒー作ってるんだみたいになるとき結構ありますよね。だからクレバーとかってやっぱ置いておけるのは一ついいのかもしれないですけど、クレバーってやっぱ先に仕掛けなくちゃなんないんで、はい、あ、どっちのコーヒーなのかなっていうのは結構思っちゃうときがあるので、プレゼン上手にしないとね、やっぱりその辺ってすごい難しくなってきますもんね、はいはい、それをすごく思ってて、これはだから結構この大会では向いてるかなっていうふうに思いますね。すいません、ちょっと前回も使ったみたいなんですがここでインタビューもしてたんですが、はい、大変失礼しました。あのアイリッシュのグラスが、はいはい、違ってましたが、はいはい、その辺は、あ、やっぱりちょっとこういう方が口に入りやすいっていうか、はい、クリームとコーヒーが、はい、なのでこうやってカーブしてるとやっぱりなんか一回クリームビッて入っていくから来るような感じなんで、はい、削りですね。ワイングラス形状だとこういう感じになってる。なるほど、うん、そうですね。他のグラスとか使ったことありますか、アイリッシュで。あ、もちろん、あのそこもかなり実は計算してました、はい、あ、はい、やっぱりこういうアイリッシュコーヒー系のこういうやつだと、はい、酸強くなりがちなんです、どっちかっていうと。それは なぜでしょうね。多分、はい、上に行って一回落ちてきて下の上にセンターにスッて入ってくるから、センターに入ってくると結構酸感じやすいですね。あ、なるほどなるほど、はい、だからこういう感じで奥に入りやすいっていうか、スーッて入ってくるんでそれで酸感じやすいけど、うん、あれの場合こう横にも入ってくるんで、はい、割と酸はそんなに感じなくて、流れ全体にこう、どっちかっていうと、はい、バーボン系なんであんまり酸強くするよりもボディ感強くした方がいいかなっていうイメージで作った感じですね。あ、まあ、じゃあどちらかというと今回のそうですね、ものにはあれが向いているという、ね、ありますね、はい、あ、なるほどね。お店では通常のアイリッシュコーヒーグラスで、あ、結構いろいろ出すアイリッシュコーヒーによって変えてますね。へえ、はい、なんかあの昨日も練習してて、はい、これから帰って営業するんですって言ってていや、もう今回どれぐらい練習されたんですか。あ、な、投資の練習ですか、はい、投資練習3回です3回、はい、3回です。いやいやいやよく3回でここまでできますね。なんかあんまりやりすぎない方がいいなと思ってて。本当ですか、はい、絶対そうだと思ってるんですけどやらちゃダメですよ、はい、皆さんね、なんかやりすぎると、はい、同じステーション作れないじゃないですか、はい、家というか自分のお店に、だから距離感が違うんで、それに慣れちゃうともう距離感が違った瞬間に、あ、ダメだなって
思っちゃうんで、なんかあんまり意味がないというか、なんかじゃあパートの練習はちゃんとやるけど、そうです、パートはやって、結構だからそのパートごとにやって、でなんかこうどういう状況でもこうプレゼン言えるようにっていうのは結構やったんですけど、投資の練習自体は毎回ずっと2回だったんですけど、今回は3回やってました。なんで 1.5 倍いや練習で、確かにそうだけど300回の間違いじゃないですか、はい、3回、はい、3、まあ、いつも2回だったんですけど、今日は3回やってました。それ10回とか20回とかやったら優勝できるってことない、あんまりなんかやり、でもやりすぎるとちょっとなんか逆に緊張しちゃうかなと思って、なんかできなくて当然ぐらいな感じで来た方があんま緊張しないかなっていうのは、なんかメンタル的に本当ですか、はい、メンタル的になんかこう、まあ、確かにいつもなんかこう余裕だなっていう感じはすごいあるっていうか、なんかそうですね、なんかだからまあできなくてもしょうがないかなぐらい、しょうがないっていうか何ていうんですかね、できなくて、なんだろう、あんまりこう完璧にできることってまずないじゃない、うん、どんなに練習しても、そうですね、はい、どんなに練習しても完璧にできることはないので、むしろだからそのミスった時にどういうリアクションでいればいいかなとか、どういうメンタルでいたらいいかなって、メンタルコントローラーすごい、自分でメンタルトレーニングはすごいやるんで、はい、そこをすごいメンタルトレーニングをやる、自分でやります、どうやって相当いろいろやるんですけど、まあまあなんだろう、メンタルを作っていくってことですね、その大会に向けて、はい、だから常にこう練習するときでもやっぱりこの環境がどういう風になってるかなってすごいイメージするので、うん、お客さんどのぐらいいて、どういう人が立ってて、うん、審査員どのぐらいの人だから、審査員も今日だからまあ違う人でしたけど、今一番誰が来たら緊張するかなみたいなイメージしてるんですか、イメージして、だから一番緊張する人とか、はい、ちょっと誰が緊張する、まあ、例えば伊、まあ、崎さんとかいたら緊張するかなとか、あそういう、ねはい、のをやっておくってことですね、はいはい、そしたらなんか、はいね、もう大丈夫かなっていう、さすがですね、そういうメンタルコントロールというか、まあ、結構やりますね、結構いつもなんか本当緊張とは無縁の状態でとあの競技してるなって、だからなんかこう練習、このオペレーションの練習よりも結構メンタルの練習の方がメンタルトレーニングが長いっていうか、なんかそれはまあ常にずっと期間中はやってるので、そこが一番時間に費やすというか、まあ、ずっとやってるので、なるほどね、いやいやいや、面白い、それしかしないぐらいな感じですねあんまりなかなかいないですね、あ でも結局、ね、練習してもその場で本番でそれが出せなかったらやってても意味ないじゃないですか、まあですね、だから、はい、まあ、そのメンタルが一番重要かなって僕はいつも思ってるので分かりました、はい、今日どうですか、競技終わってみて、そうですね、うんうん、どうでしょうねいや、なんかどちらかというとあっさりしてたなっていう感じも、はい、はい、でもなんか、うん、そうですかね、うん、深いけどあっさりしてたかなっていう感じの印象でした、はい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 、私はいけそうですか、一応カクテルいろいろ考えてるんで、うん、いけたらいいですね、はいはい、なんか前回こうやってインタビューした時に、はい、しばらく出ないって言ってたんですよ、いやそれだいぶそれ2回前ですよ、あそうでしたっけ、はい、2回前しばらく出ないって言ってたのになと思って、いやだからそのコロナ前に1回出た時にもう出ないかなって思ったんですけど、あ2回目でしたっけ、そうですそうです、はい、の時にで前回はもうなんだろう、3年このコロナでなかったじゃないですか、いやいやいや、だからなんかその間にちょっとメンタルが変わってきて、あそうだ、はい、そういう話しましたね、はい、そうなんです、そうだ休んでる間に変わったっていう、はいはい、そうなんです、だからなんか1回コロナ前の時に会った時にやるっていう話あったと思うんですけど、その時は出ないつもりだったので、はい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 、たまたまコロナでなかったんでっていう感じ、そっかそっかいやでも本当に長くねファイナリストとしてここでご紹介してるので、はい、そろそろ世界の舞台も、はい、に立つ姿見たいななんて思ってます、はいはい、ちょっとまた結果お楽しみにお待ちください、わかりました、はい、本当に落ち着いたね素晴らしい競技でした、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ジャパンコーヒングとスピリッツチャンピオンシップ第4競技者藤倉正則さんです、ありがとうございました、お疲れ様です